はい、グラディエーターアンチシリーズの、GA62BF、BF トリッカーという竿、BF ってついてるんでベイトフィネスロッドです。スピニングで扱ってたウエイトをベイトで扱いたいっていうところを主にカバーできるのがこの BF トリッカー。レングスとしてもね、6フィート2インチ、比較的ショートというところで、小技を効かせる竿だよね。で、なおかつそのスピニングで扱ってたところをベイトで扱いたいっていうところで、主な使用ルアーで言ったらスモラバ系、エグ玉で言ったらタイプ極み、タイプレベル、そしてタイプカバーで、ウエイトも軽いところが得意なんで、2.7g から 3.5 あたりかな、それが気持ちよく使える。で、あとはそうだな、ダウンショットとかも、あとネコリグとかそういうところを使うが使いやすい竿かなというところで、いろいろ用途は被るところあるかもしれないけど、この竿の場合短いからこそ、取り回しだよね、キャストとかもコンパクトにできる。で、なおかつね、この軽くてコンパクトってところで片手で振りやすいんだよね。だから本当、そんな広いところではなく小場所とかで、バンバンテクニカルにやっていきたいっていうところにはかなり扱いやすいかなというところと、これグラディエーターアンチシリーズなんで結構汎用性を持たせてて、テーパーがね比較的マイルドなんですよ。レギュラーファーストとかそんぐらいのテーパーなんで、実はねかなり巻物が得意ですっていうところで、得意なところで言うとレベルシャッドシリーズ、スプリンターかな、スプリンターのシリーズとか、レベルミノークイック、あとはツーサイドとかポッパーとか、結構ああいうのも投げづらいですからね、そういうところもうまく投げやすいし、細かいアクションをかけていくっていうところも得意。そういうところで、ベイトフィネスのスピングでやりたいところと、巻物のも気持ちよく、同時に壊せてしまう、かなりベイトフィネスとしては便利な一本じゃないかなっていうのが BF トリッカーです。